それでは参りましょう。1 hour later. お客様、この辺りから強い悪魔の気配が。それはクロナのことですか？ Surprise, motherfucker! その声は上です。見上げてみるです。ミニクロナが減っていると思ったら、お前らが邪魔していたのですね。あなたがいたずらを仕掛けている悪魔学校の生徒さんですね。そういうお前がクロナを邪魔しているダメ天使とアホ人間のコンビですか？これはエンジェルリング社の正式なお仕事なんです。別に邪魔をしたいわけじゃありません。社畜は大変ですね。せいぜい頑張るです。まあどうせ無駄ですけど。そんじゃファイディです。悪魔さん行っちゃいました。やりましょう、明日のために。後ろ気をつけてください。1 hour later. 超好みなんだけど。前にいますです。バービー、発見しましたよ。面白いゲーム。テニー、さあ、ロボと一緒に暮らすよね。これは僕たちの挨拶。
Surprise, motherfucker! かもしれません。 左に注意してください。 気をつけてください。ちょっと受けて抱きつかないで。キスしていいなんて言ってないから。キスしよう。あなたなら何してもいいです。ハッピーな。
これでミニクローナーでしたっけ。ちっちゃい悪魔さんの気配はなくなったみたいですね。お前らよくもやってくれたのです。その声は上です。上、もう一回上を見るです。
の悪魔さん。お前らどうしてクロナの邪魔するティースか。だから邪魔してるんじゃなくってお仕事なんですってば。やれやれ、社会人のくせにああ言えばこういうやつティース。あなたこそこんなにはちゃめちゃにしちゃって、魔界からやりすぎって怒られても知りませんよ。グググググ、むむー。ためではありませんです。クロナ、取り合うほどお前のことよく知らんです。ともかくこれでも食らうです。ディストロイ、これでも食らうです。Surprise, motherfucker! この家、結構好きです。呼んだか？お菓子くれるのか？私のゲームはやりごたえが違う。何度も何度も時期を失いながらやるたびに自分自身の上達が感じられる。今時のナンパなゲームにはない硬派な難易度が最高だ。レトロゲーム、いや、ここは敬意を表してクラシックと呼ぶべきだろう。お菓子とクラシックゲーム、この2つが揃えば地上は天国だな。まああんまり遅くまでやってるとジとバーに怒られるけど。
ちょっと理不尽に片足突っ込んだ洗練されてなさがいいんだ。うちはジーとバーと私の3人暮らしだから、自然と古めのゲームが好きになったってのもあるが、最近のゲームはオンライン対戦や協力プレイが主流だからな。ああいうのは嫌いなんだ。初めてやったオンラインのゲームで対戦相手や味方チームのやつにチャットでボロカスに言われたことがあってな。私は気づいた。人間なんて本性ではみんな下劣な獣、猿山地方のお猿さんだ。そんな連中と付き合わせる顔なぞ私にはない。だから私はこの部屋から出ない。学校にだって通わない。私は絶対に外に出たりはしないからな。今日は大変でしたね。そういえば前に会社の資料で読んだんですけど、マスターの学校って私の母校、天使学校の卒業試験の場として何度か選ばれたことがあるらしいですよ。